こんにちは。今回この動画では前回モデリングした机に簡単なマテリアルを作成していきます。前回までのファイルはこの動画の概要欄もしくは Notion のリンクからダウンロードしてください。マテリアルは簡単に言うと、作成したオブジェクトに色や光に対する反射率などの設定する作業です。ブレンダー内のマテリアルを作成するにはシェーダーノードというシステムを使います。まずカーソルを左側に持っていき、クリック&ドラッグして新しいウィンドウを開いてください。ここからシェーダーノードを開きます。今回はまず机の天板の部分から作成します。天板の部分を選択している状態で New をクリックしてください。これがデフォルトの Principal BSDF というノードです。ベースカラーでオブジェクトの色を変えることができますが、何も変わっていないことがわかります。これはビューポートがビューポートシェーディングというモードになっているからです。それはこのビューポートがソレッドビューというシェーディングでシェーディングされているからです。その隣のマテリアルプリビューをクリックし、マテリアルがプリビューされているモードに移動してください。ベースカラーで色を変更することができ、メタリックで金属っぽさを表現することができ、ラフネスで粗さを調整することができます。ブレンダー内のノードは基本的には右から左に流れていきます。この場合はプリンシパル BSDF で設定したシェーダーの情報をマテリアルのアウトプットとして画面に出力しています。画像を直接読み込んでテクスチャとして貼り付けることもできますが、今回はブレンダーの中のノードを使い模様を作っていきます。マテリアルを再利用することもあるので、マテリアルの名前を分かりやすいものに変更してください。プリンシパル BSDF を選択している状態でバックスペースを押し、ノードをリセットしてください。天板は木製なので木の模様を作ります。ノードを追加するには Shift A から検索して追加することができます。 Shift A からウェーブテクスチャを追加し、クリックで置いてください。カラーをプリンシパル BSDF に接続することで模様を見ることができます。ウェーブテクスチャのスケールで大きさを変えることができ、ディストーションで歪みを調整することができ、ディテールでディストーションの細かさを設定することができます。テクスチャの軸がずれているので X を Y に変更して正しくしてください。白と黒だけの色だと物足りないので、カラーランプを使い模様に色をつけていきます。 Shift A からカラーランプを追加し、ウェーブテクスチャとプリンシパル BSDF の間に置いてください。カラーランプのスライダーをクリックし、下の四角をクリックすることで色をそれぞれ変更することができます。カラーランプの位置を変更することで、その色が占めている面積を変えることができます。プラスをクリックすることでスライダーを追加でき、途中に別の色を追加することができます。マイナスで消すことができます。カラーランプの色とウェーブテクスチャの値を調整してみてください。カラーピッカーツールで画面上にある色を使うことができます。私は最終的にこのようなものにしました。 RGB からに HEX に変更することで HEX コードを直接入力することができます。次にラフネスを調整します。ラフネスの値が0の時は完璧にスベスベ、完璧にツルツルしていて、ラフネスの値が1の時は反射がない状態です。自然のものにあるものは全ての場所が同じ粗さを持っているわけではないので、ノイズを使い場所によって粗さが異なるようにします。 Shift A からノイズテクスチャを追加してください。ノイズテクスチャを Shift コントロールをしながらクリックすることでプレビューすることができます。このショートカットを使用するにはノードラングラーというアドオンの有効化をする必要があります。エディット、プレファランス、アドオンのタブからノードラングラーと検索し、チェックボックスにチェックを入れてください。ノイズテクスチャのスケールで大きさを調整することができ、ディテールで細かさを調整することができます。ファクトをそのままラフレスに接続し、プリンシパル BSDF ノードをプレビューすると、このように場所によって粗さが異なっていることがわかります。しかしこのままでは粗さが0の場所と1の場所があり、差が激しいのでカラーランプを使い間を調整していきます。カラーランプを複製し間に入れてください。ノードが選択されている状態でバックスペースキーを押し、ノードをリセットし、黒を灰色にして、白も少し灰色にすることで全体の色を近づけることができます。カラーランプを移動することでも調整ができます。
Principal BSDNF ノードに接続し直し、Principal BSDNF ノードをプレビューしてください。カラーランプの色の設定を HSV にし、Value の値を調整することで、粗さを調整することができます。次に、バンプマッピングをし、少しだけ凹凸をつけます。バンプマッピングは、テクスチャなどを使い、擬似的に凹凸をつける技術です。Shift A からバンプと入力し、バンプノードを追加してください。カラーランプのカラーのアウトプットをハイトに接続し、バンプをプリンシパル BSDF のノーマルに接続してください。デフォルトの値だと少し値が大きいので、ストレングスで強さを少し調整してください。次に机の横の部分をマスクを使い別の色を設定します。ブレンダー内でマスクを作る方法はいくつかありますが、この場合だとオブジェクトの横の部分だけにつけたいので、オブジェクトの Z 軸を使いマスクを作成します。Shift A から Texture Coordinate ノードと Separate XYZ ノードを追加してください。Texture 座標ノードの Generate をベクトルに接続し、Separate XYZ のノードの Z をプレビューしてください。こうすることで天板の下から上にかけてグラデーションができました。カラーランプを Shift D で複製し、Separate XYZ の Z のアウトプットの後に置き、カラーランプをバックスペースでリセットしてください。このようなカラーランプの配置にすることで、このようなマスクを作ることができます。Shift A からミックスカラーノードを追加してください。プリンシパル BSDF ノードをクリックし、少しスペースを空け、ミックスノードをカラーランプの後に置き、マスク用のカラーランプのカラーのアウトプットをミックスノードのファクトに接続してください。ミックスノードをシフトとコントロールを同時に押しながらクリックすることでプレビューすると、このようにミックスノードの上のインプットがマスクの黒の部分、B のインプットがマスクの白の部分に当てはまっていることがわかります。下のソケットにの色を変えることで、マスクの白の部分の色を変えることができます。ここの横の部分の模様を作成します。ウェーブテクスチャとカラーランプを Shift D で複製し、下に持ってきてください。ウェーブテクスチャをプレビューしてください。まず、軸が合っていないので、Y を Z に変えて、斜めに模様が入っているようにしてください。スケールの値とディストーションを調整してください。カラーランプの色も調整してください。カラーランプの最終的にこのような色になりました。カラーのアウトプットをミックスノードの B のソケットに接続し、プリンシパル BSDF をプレビューしてください。マスクの値を調整することもできるので、スライダーを動かしてトランジションを調整してください。ラフネスを少しツルツルすぎる気がするので、カラーランプの色を少し明るくします。次に金属の部分のマテリアルを作成します。教科書の入れる場所をクリックして、新しいマテリアルを作成してください。ここでもマテリアルの名前を正しいものに、後から分かりやすいものに変更してください。材質は金属なのでメタリックの値を上げます。そしてラフネスの値を少し下げます。少し白すぎるので若干暗くします。ここも天板でやった時と同じように、すべての場所が同じような粗さをしているわけではないので、場所によって粗さを変えるようにします。Shift A からノイズテクスチャを追加してください。ノイズテクスチャをプレビューすると少し引き伸ばされていることがわかります。ブレンダーのマテリアルでテクスチャが引き伸ばされている場合は、このテクスチャの座標のインプットを変えることで直ることがよくあります。Shift A からノイズテクスチャ、Shift A からテクスチャコーディネートノードを追加し、オブジェクトをベクトルに接続してください。ノイズテクスチャのスケールの値とディテールを調整してください。さっきやったように Shift A からカラーランプノードを追加してください。カラーランプノードをプリンシパル BSDF のラフネスの値に接続し、プリンシパル BSDF をプレビューしながらカラーランプの色を調整し、ラフネスを調整してください。最終的にこのようなものになりました。次に足の部分のマテリアルを作成します。ここは教科書を入れる部分と同じ金属なので同じマテリアルを再利用します。マテリアルを再利用するにはオブジェクトが選択されている状態で、ここのドロップダウンをクリックしマテリアルを選択します。
しかしマテリアルが正しく適用されていないことがわかります。これはこのパイプの部分を作成するのにジオメトリノードを使ったからです。ジオメトリノードを使って作成した場合はマテリアルをジオメトリノード内で適用させる必要があります。シェーダーノードをジオメトリノードエディターに変更してください。ノードツリーの最後に移動し Shift A からセットマテリアルノードを追加してください。ここでマテリアルを選択することができます。後からここのインプットにアクセスしやすいようにモデファイヤータブから見えるようにします。マテリアルのソケットを選択してグループインプットの空きのスロットに接続してください。モデファイヤータブからマテリアルを選択してください。正しくマテリアルが適用されました。最後に足のゴムの部分を作成します。ジオメトリノードエディターをシェーダーエディターに変更してください。ここでもマテリアルを新しく追加し分かりやすい名前に変更してください。ゴムのマテリアルのためベースカラーを暗くしてラフネスを上げてください。打足としてサブサーフィスのウェイトを上げてみてください。サブサーフィスはロウソクのロウの部分や人間の皮膚など光が少し透過するものに対して使ったりします。これがないとプラスチックっぽくなってしまうことがあるのでサブサーフィスのウェイトを上げるといいです。これでとりあえずは机のマテリアルは完成しました。お疲れ様でした。